どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回は AI でお金が稼げるのかどうかっていう問題ですけどもね、私も類に及ばず YouTube などで AI でこれで稼げるよとかね、 AI の動画を作って不労所得作りましょうみたいな、そんなキーワードに惹かれていくつか動画を見たりね、実際自分で AI で生成した動画を投稿してみたりとか、画像をいろいろ組み合わせたりとかね、 AI の音楽でなんかアクセス集まんないかなとか試してみた、そんなね1年半ではあったわけですけども、はっきりと分かったことがあります。一つはですね、 AI を扱って稼ごうという人できなくはないんですけども、結構レベルの高いところになってきます。ですんで、なんかのね AI で動画を作るぞとか、画像が作れるぞ、音楽が作れるぞみたいなのを買ってきてね、それでもって簡単に稼げるかっていうとそうではありません。そうですね、強いて言えばね、2つ稼ぐ方法があるかなと思います。それは AI で稼げますよっていう風な、根拠もないようなね、自分が稼げてるわけでもない話をいっぱいすることによってアクセスを集めて、そこに何がしかのツールを売るっていう方法ですね。だからこれあんまりやりたくないですよね。でもう一つはね、レベルの高い AI 生成のためのプログラミング、そういったソフトウェアやコンテンツを作って、それを売っていくことですよね。これも現実的じゃないですね。どちらにしても、ちょっと王道でないっていうか、それかもしくは高い AI のねソフトウェアを作る技術がいるのかなと思います。ですんで、一見ね何のスキルも実績もない人がなんか AI で稼げるぞっていうふうなね、なんか美味しさを想像するんですけども、そんなことはないよって話ですよね。でさらにね、 YouTube に関しましては Google ですね、 AI のコンテンツにつきまして、はっきりとしたこうガイドラインが発表されてます。例えば AI で動画を作って一定のアクセスを集めようとした場合、これは AI で作られたものですよっていうふうなテロップをね、はっきりと表示させなければなりませんよってことです。つまり AI の動画にしても画像にしても、何らかのねこう渋谷のスクランブル交差点とライオンの画像を組み合わせて本物であるかのように見せることができるんですよ。そうすると多くの人が混乱しちゃうんで、これは AI で作ったものですよっていうふうに表示しなければならないって、そんな形ですよね。また1年ほど前だったかな、ちょっと評判になりましたけども、岸田総理がね出てきて、なんかわけのわかんないことをね喋っていると、一見するとあれ岸田総理こんなことを言うようになったのかなっていうふうにね誤解を与えそうなんですけども、私たちね、IT を扱うものにしてみたら、あこれはフェイクだなってすぐわかるんですよ。でも多くの方は誤解されると思うんで、そういうのもこれは AI で作ったフェイク画像ですよっていうふうに表示するっていうふうな決まりになってます。でさらに AI で作ったコンテンツにつきましては、ほとんどの場合収益化しませんよっていうふうに打ち出されてますから、AI で作った音楽でね、なんかこう睡眠音楽4時間5時間8時間みたいなの作って、それで広告収入を得ようと思っても、それはうまくいかない可能性が高いんじゃないかなって判断した方がいいのと、あとね根本的にはね、 AI のテクノロジーって結局私たちはその Google なり何なりのソフトウェアの上に乗っかってるだけなんですよ。でこれは私がね10年前アフィリエーターとして台頭してきた時と、それからアフィリエーターという職業を手放さなくてはいけなかった時の経験を踏まえて思いますけども、結局高いレベルの AI のアクセスの集め方や稼ぎ方、こういったものを民間の個人がやったところで、それは Google によってね吸収されて、 Google はもっとねレベルの高いやつを打ち出してきて、結局資金力とか、それから あれですね、パフォーマンスで負けていくってことですよね。 Google にしてみたら自分の会社が作ったそういった仕組みを上位表示させて、そして民間で勝手に作られたものを非表示にすることっていうのはいとも簡単にできるわけですから、これはね以前私もねアフィリエーターとしてね、いろんなアフィリエーターの仕組みを作って打ち出すわけですよ。ことごとく似たようなやつが Google のロボットによって複製されて、そっちの方がしかもねレベルが高いわけですよ。もうかなわないですよね。だから勝ち目のないいたちごっこをずっとやっていて、あこれはダメだなと
いうふうになったわけですよ。もちろん高いレベルでアフィリエイトをね構築したプログラマーとかは Google に一本釣りされてですね、まあ、Google の社員だったり Google と提携して自分の地位を高めることにはなったんですけども、まあ私ごときではねそういったところからのインビテーションが来ることなく、まあ落ち武者となったというわけでございます。まあですんでね、今アフィリエイターっていうのはそんなにうまくいってないと思いますし、もしアフィリエイターとしてうまくいってる人がいるとしたら、まあ、YouTube を組み合わせたアドセンス報酬ってことかなと思います。でも YouTube のね広告収入だってほとんどは Google に持ってかれますからね、なんか働き損のくたびれ儲けみたいな感じになるんじゃないかなと思います。ということでまとめますと、まあ、AI で稼ぐことはまあほとんどできないと思いますんで、AI の新しいアプリが出たよっていう風なね情報発信に留めて、まあ、それでアクセスを集めて一緒に何かを考えるコミュニティを運営して、そのコミュニティの参加フィーをですね毎月1000円とか2000円ぐらいが妥当なとこじゃないかなと思いますね。間違ってもですね稼げそうにないようなその AI を使ってなんかどうにかなりますよみたいなソフトウェアを買ってそこに30万50万つぎ込むことは夢夢やめた方がいいかなというのが私の考えです。はい、それでは今回は以上ですね。お疲れ様です。